Welcome to MotorSpexx. This is the disassembly of the V10 engine, Honda RA100E, serial number V805, the last Honda V10 Formula 1 engine ever raced by Ayrton Senna in his McLaren MP45B. This engine powered the final races of the 1990 Formula 1 season and has been preserved intact since the by Honda Racing Corporation. In this part, Honda racing technicians disassemble the pistons and the connecting rods. ピストン行きます。メタルついてないよね。メタルそっち。メタルないです。はい。じゃあ次6番。はい。 6番ピストン行きます。はい。はい。2番行きます。はい。7番。はい、7番お願いします。 7番行きます。はい。8番行きます。はい。
こちらピストンです。このエンジン号機 V805 っていうものなんですけども、こちらにですね不滅インクで刻印が押されていて、この V805 というエンジン号機、その中に入っていたピストンということになります。1990年の V10 エンジンは89年の V10 に対してですね、高回転高出力化を狙うということで、ショートストローク化しています。ということでボアが大きくなって、91ミリから93ミリと2ミリ大きくなっています。で、高回転化を狙ってボアを大きくしてショートストロークにするんですけども、当然このピストン直径が大きくなりますので、重量が重くなっちゃう。そうするとですね、高回転管にこういうピストンの負荷がかかるということで、不利になるということで、こちら見ていただくと分かるんですけども、こちらに穴が開いています。でこれは軽量化のための穴で、こう全て、機械加工で穴を開けるんですけども、当時ですね組み立てのメンバーが一つ一つ手作業でこの一部角を落としてですね、きれいに滑らかな状態にして、でかつ重量もきちんと合わせた形にして、組み込んでいました。で、こちらですね焼け跡が見えるんですけども、実際に使うとですね、燃焼ガスの温度が、ピストン裏に伝わってですね、こういうふうにオイルの焼け跡の色がついています。これは非常に良好な状態の焼け跡だと思います。これが使用条件が厳しくなるともっと黒くなって、で、黒くなってきたものは割とトラブルに巻き込まれやすいという状況です。でこちらもですね非常に綺麗に残っているんですけども、均一に焼け跡がついた非常に焼け跡の状態、燃焼が良かったというのが見て取れます。あと目立った損傷もなくてですね、レース使って最後ですね、残念なことにミッションのトラブルでセナ選手はコースアウトして、砂を吸い込んだというメモ書きが残ったエンジンだったんですけども、実際これ見るとうまくフィルターで砂がトラップされていて、エンジン自体には吸い込まれていないような状況だったと思われます。